はい、こんにちは。ジュネ坂大講師のカズです。久しぶりの YouTube 配信となりました。今回は、対談動画でして、スペイン・バルセロナで活躍する、サッカー指導者の高田純氏と、対談動画を撮っております。まず、第1弾の前編はですね、僕のチャンネルで、皆さんに見ていただいて、後編は下の概要欄に、リンクを貼っておきますんで、高田純氏の、YouTube チャンネルで見てみてください。テーマとしましては、まあ、ジュニア年代において、まあ、僕ら指導者が、選手たちに指導しておかなくてはいけない、指導すべき、まあ、コンセプトについて話しております。なかなか興味深い内容も あると思いますんで、ぜひね、動画の方を見てください。それでは早速、動画の方行ってみましょう。今回の動画を含めて、第3部ぐらいに分けてですね、ちょっとコラボ動画を、異なったテーマに分けて、撮っていけたらなっていうところなんですよね。で、今日はその、まあ、第1部。で、その1部の中にも、さらに前編と後編に分けてですね、カズさんのチャンネルと僕のチャンネルで、分けて動画を投稿できたらなと思いますので、ちょっと結構ね、ボリューム多くなってくると思うんですが、皆さん楽しんでいただいてですね、見ていただけたらなと思っています。カズさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。多分初めて見られる方もいると思うので、簡単にちょっと僕とカズさんの関係性みたいなのを、ちょっと僕におこがましいですけど、話させてもらうと、はい、まあ、スペイン・バルセロナ僕今いますが、もう何年前ですか？もう、8年前とかですかね。8年前。はい。多分2015年とかなると思うんですが、うん、本当同時期にですね、カズさんもスペインのバルセロナに指導者の、勉強をね、されに来られた時期がありまして、で、僕も同時期にバルセロナに来たっていうところで、まあ本当おこがましいんですが、同期というかですね、なんならこっちの指導者学校にですね、一緒に通ったりとか、していた、こちらで、実はカズさんと僕も知り合った関係であります。そこからまあ本当にサッカー指導者仲間としてですね、こう、いろんな形で、情報交換したりとかしてる部分ありますので、まあ、そこも含めてですね、今回の動画でも、まあ、お互いの、まあ、カズさんも日本帰られて、自分のリアスさん、クラブの方で活動されてますが、お互いの目線でですね、やっぱりサッカーってこう、日々アップデートしてくるスポーツでもありますので、まあ、僕も僕でスペインからこう、話せるような中身と、カズさんはこの日本の部分とこう、スペインで学んだこの融合の部分だったりとか、ちょっとまあ、引き出していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。でですね、今日じゃない、すいません。一部で話していく内容、テーマ、ちょっとざっくり、最初に紹介させていただくと、まあ、僕ら二人が考えるですね、いわゆる、まあ、小学生年代ですね、そこでジュニアサッカーにフォーカスさせていただきますが、小学生年代において、いわゆる11人制サッカーに上がる前の段階までに、まあ、まあ、ちょっと言い方はね、適切かわからないですけども、最低でもやっぱりちょっと身につけておきたいよねと。僕ら指導者としては彼らに対してちょっと指導できたらいいよねっていうようなアクションだったりとか、まあ、サッカーのコンセプトの話ですね。まあ、そこっていうのを、母さんの意見、でも僕の意見も含めてですね、お互いの目線でちょっと話していけたらなと、思います。僕の場合は、こう、なんていうかな、日本での指導経験がほぼゼロで、スペインに来てしまった部分があるので、この両視線での比較っていうのがね、ある意味できずに、まあこっちのこのスペインの子供たちを見ながらの定義っていうところになっちゃうので、そういった意味でやっぱ母さん両局面を見た中で、どうですかね、ちょっとこのテーマ、いきなりなんですけども。そうですね。うん。うん、やっぱり、まず、こう、普遍的な、例えばその、どのクラブでもとかっていうよりも、僕の場合は僕のクラブがあるんで、まあ、どうしても限定的な話になってしまうかなってのは一個あるんですけど、まあ、なんだろうな、まあ、プレイモデルですよね。プレイモデルが、例えばジュニアでどう、例えばジュニアとジュニアユースとかチームがあったりとかすると、うちの場合はそうなんですけど、どうしてもある程度プレイモデル、的な枠組みからこう考えてしまうところがあるんで、なかなかこう、一般論としては、ちょっと、皆さんにこう、そうですね。はい、ジュニア年代では、どの地域でもこういうことやってくださいっていう話ではちょっとない、うん、ないっていうのは先にこう言っておきたいかなと思いますね。その中で、まあ本当そうですよね。やっぱここがこう、うん、なんなら特にすみません、僕のこう主観 だけだったら申し訳ないんですけども、日本ってこう地域によって、まあこう定義されてる、うん、
部分だったり、扱う言葉の違いって結構スペインよりもあると思ってるんですよね、地方によっても。であるとやっぱりこうおっしゃったように、一概にはこうね、共通したこう、絶対これをやっておけばいいみたいな正解ってまあそもそもないわけですけども、その中でなんかちょっとまあよりちょっとまあ一般論というかね、カズさんがこうスペインで活動された後にこう変えられて、まあもう数年経つと思うんですけども、スペインではこう定義されてたけども、まあその辺はちょっとまた僕が後で触れていきますが、いやいや、でもそこは日本に帰ると別にいらないと思った点だったりとか、日本人にはこう特にこう、なんですかね、小学生年代に優先していっぱいあると思うんですけど、ちょっとこれ指導してほしいよね、ぜひ。僕がもしあったらお聞きできたらなと思ってます。まずこう前提として、やっぱこうバランスが取れた指導っていうのがやっぱいるかなと思うんですよね。例えばそのまあサッカーはね、攻撃守備ありますけど、ただじゃあ攻撃で必要なことだけとか、例えばこうなんだろうな、極端にそのどうしてもこう日本の場合だとまだまだこう技術レベルをしっかり上げてから戦術っていう発想もまだ一部あると思うんですけど、やっぱりこう技術もそうだし、まあ、戦術的なこと、それが個人レベルもそうだし、グループチームレベルもそうだし、じゃあ攻撃もそうだし守備もそうだしっていう、この全体的にこうバランスを取れた指導をする必要があるかなっていうのは、まず前提として思いますね。なるほど、なるほど。割とその例えばこうテクニックアクションとかボールを扱う技術だけに、まあ、偏りすぎるも良くないし、トータル総合的に評価をしながら彼らに促す必要があるんだというところですね、っていうふうに思うかな、で、まあ、あとはまたちょっと後でその具体的にこういうことテクニックアクションとか戦術こういうものってちょっと話すんですけど、やっぱりあとはまず前提として、前提というかまずはこうやっぱサッカー選手としてのベース作りっていうのはすごく大事かなと思うんですよね。で、ベースって何かっていうと、例えばこうメンタリティ、サッカーに取り組む姿勢とか、例えばじゃあ、まあ、日々のトレーニングをこうハードに行う、まあ、1回の練習を出し切るとか、まあ、あとはまあ、なんだろうな、まあ、戦う姿勢とかですよね。そういったものっていうのは、もうサッカー始めた時から、戦術とかテクニック以前に、まあ、大事な部分で、まあ、そういった、まあ、基本的、まあ、人間性みたいなところかな。まあ、そういったところっていうのはやっぱりしっかり、まだ子供たち柔軟で大人たちの言うことをしっかり聞いてくれるんで、小学生ですね。だからそういったところっていうのは、まあきちっと、いや、まあ僕自身が意識してやってるところでもあるかなってところですね。なるほど、なるほど。いや、なんかそれを今聞いて、ちょっとなんかこの話まだ長くなりそうで怖いんですけど、なんかそこの人間性の発信って僕やっぱ日本人の指導者の方の、まあ強みだと思っていて、結構、高橋さんも分かると思うんですけど、スペイン人の指導者って結構怠るんですよね、そういったところ。まあ、やってるやつはやってるんですけど、割とそういう、やっぱこのサッカー以外の、まあ、挨拶とかね、彼らナチュラルにやるので、あれですけども、例えば荷物整理一つにしてもそうだし、服装の格好のことだったりとか、まあ、そういったちょっとその行動面の部分ですよね。そこに対しての指摘って結構、例えば試合前にこう、なんていうの、態度の部分であくびをしてしまう選手がいても何も言わなかったりとかね、分かりやすく言うと。まあ、それだけ結構曖昧な部分があったりとかするんですが、なんかこう、僕ら日本人って、こう、海外に出る人、出た瞬間に、いや、それって多分日本人としての良さなのに、俺は海外来たから、こう、もういいや、なる仕事者結構多いと思って、周りに。僕はそういうの結構嫌いなんですよね。やっぱり間違いなくこう日本の文化で育ってきて日本の良さっていうのを知ってるはずなのに、そこをじゃあ海外に出た瞬間にやめてしまうと、それっていうのはちょっと僕は違うなと思うので、そこ指導する対象がどの人種であろうと、僕はなんかその日本で学んだ、いわゆる学ばしてもらった良さっていうのは、こうやっぱりスペイン人の子たちにも発信するとこなんですよね。その整理整頓の部分だったり、すごい嫌な顔されますけども、結局はこう行動したらね、彼らに伝わる部分があって変わってくるっていうのはすごい身に染みて感じるので、やっぱその辺はなんかもう世界共通ですよね、やっぱり人間性の部分はね。そうね、やっぱりこれは確かにさっき純が言ったみたいに、このテーマってすごく深掘りすると結構長くなっちゃうんで、今日はもう簡単に言うけど、はい、そうですね、やっぱりこう、僕もスペインに行って帰ってきて思ったのは、やっぱり日本人のストロングポイントは何なのかっていうところですよね。で、もちろんヨーロッパのいいところは真似するんだけど、それを日本的に変換しないといけない。プラス、日本人が持ってる文化とか歴史的背景を考えたときに、いや、それは日本人が世界に誇れる部分だってところはしっかり残していく。変にそこはヨーロッパカバーしないみたいな。そういった側面というのはすごく大事かなというふうに思いますね。
うんうんうん、そうですね、うん、そこは思います。なんかそこはなんかいつも言うんですけど、こう出た海外に出た人の責務というか、一番のこの、うん、なんていうかな、挑戦ってを出て多分日本に帰った後じゃないですか。でそこでこうどう作業をできるかというか、その感じたことと実際のリアルをこう試行錯誤して、日本の現場で合う合わないのマッチングをしたりとか、そこはやっぱできない人がこう崩れていくわけじゃないですか。うん、そこっていうのは結構出ただけで満足してやっぱ実際多いわけですよね、ぶっちゃけ。だからそこっていうのはやっぱちょっと難しいというかね、気をつけないといけない部分かなと僕も思ったりするんですが。あとは具体的にいくと、やっぱりこう、まあもちろんテクニックアクションで言うと、まあ技術的な、基礎的な技術っていうのがね、こう全部大事になってくるんだけど、なんか、どっちかというとこう日本だとこう止める、運ぶ、蹴るみたいな感じで、その基本をちゃんとやらせましょうっていう風潮あるんですけど、まあ、それはそれでいいんだけど、なんか、もう少しこう戦術的な判断を伴ったテクニックアクションっていうところに、こうちゃんとフォーカスする必要があるのかなっていう気がします。例えばこう、コンデュクション、運ぶドリブルと、まあ、レガーテ、突破のドリブル、ね、スペインだとドリブル2種類ありますよ、なんて言われて。でも、なんか、日本だとね、そういう言葉はあるけども、じゃあ、その、運ぶドリブルっていうのはこうどのフェーズでどういう場面でどう使うと効果的なのかとか、はいはい、その辺がやっぱりこう技術だけ単体で切り出すんじゃなくて、やっぱこう戦術的な判断と同時にやっぱトレーニングしないと、まあ、いけないかなと思うんですね。あとは、うん、例えば僕が結構細かく言うのはやっぱりこう いつ運んでいつパスを優先するのかとか、はいはい、じゃあ例えばこうなんだろうね、パスコースが切られた時にしっかりこう運んで、その間にサポート作り直すとか、うんうん、要はそういう、なんだろうね、こう、周囲との状況との関連性の中で、そういうテクニックを発揮するみたいなこうイメージですね。はいはいはい。とか、例えば、まあ、コントロールオリエンタードにしても、ね、コントロールオリエンタードで、まあ、方向付けされたコントロールっていう、だけだとなかなかこう、ね、ドリルではそれはこう、トレーニングとしてこう現象を発生させることができるけども、それはじゃあ実際の試合の中で いつコントロールオリエンタードを使うのかとか、どの効果的なのかとか、なんかそういったこうやっぱりさっき言ったみたいにこう判断力と適切な判断とともに発揮されるテクニックっていうところは、なんか僕自身が意識しているところだし、なんかこの辺はうちのクラブとしてもジュニアの時にはしっかりやっておきたいなという感じですね。なるほど。なんかそのあたりって、いわゆる、ね、僕ら指導者学校でも散々言われたキーファクターの部分に当てはまると思うんですけども、うん、これ結構こう、僕も数年で変わってきたマインドとしてあるのが、当時指導者学校で僕らもそのメソッドの授業で、いわゆるその各アクションに対して与えるキーファクターですよね。まあ、このキーファクターの話も多分膨らむとかなりちょっとキリがないので省略しますが、うん、まあ、キーファクター。そのいつの部分を提示するの部分なのか、まさしくその部分だと思うんですけども、結構その学校では、キーファクターをより具体化しろとか、いつどこでとか、ハウの部分、5W1H の重要性とかってあったと思うんですよ。で、僕もやっぱそういう教わるものだから、すごい意識をしながら、例えば練習メニューをね、準備するときにも、紙いっぱいになるぐらいまでキーファクター書いて、準備するとかってやってたんですけども、なんか最近どうですか？ちょっとこれ、カズさんに聞きたかったんですけども、こうキーファクターの過度なこの具体性、要するに過度すぎる、例えばいつにしてもここのタイミングで必ずやってみたいな言い方の部分もあると思うんですけども、こう過度に指摘するがあまりのこの弊害みたいなところって感じられたりしますか？どうですか、現場で。僕はね、それはね、 あると思いますね、うん、まあ、僕自身も、例えば、まあ、テクニックし戦術にせよ、例えば何らかのプレーに対してキーファクターはガッとこうたくさん考える、うん、まあまあ考える、だけど今僕の指導のあり方っていうのは、そのキーファクターを選手に伝えるんではなくて、そのたくさん出てきたキーファクターをギュッとこう簡単な言葉に置き換えて指導する、より少なくしてやる情報を、うん、っていうところに今自分のやり方としては今やってるところかな。例えばこう、じゃあコンビネーション1、2グループ戦術の1、2のキーファクターって時に、まあ、無数に出てくるわけじゃないですか、10個、20個も。はいはい。でも、その10個、20個を選手が、言葉で考える必要がないっていう発想なんですよね、僕の場合は。うんうん、その僕ら指導者は、その
たくさんある、無限に細かく出せるようなキーファクターを言語化するんだけど、今度は、その中からの、ポイントで重要な言葉だけを拾って、分かりやすい言葉で子供に伝える。で、なおかつ、それを子供が感覚値的につかむってことです。っていうところに、今僕の、まあ、指導の、まあ、中心がそこにあるというか、どういうことかというと、選手がピッチ内で見えてる風景があるじゃないですか。風景に対して、例えばワンツーにしても、選手は感覚的に思いますよね。ワンツーが決まるとか、ワンツー決まらないとかっていうのが多分、その瞬間に、その見えてる風景とか、今までのその、やってきた、プレーのこう数々の中から、感覚的に把握すると思うんですよね。その一瞬で。でも、その時に、例えば、細かく、じゃあ相手のディフェンスがこうパスコース切ってきた時は、ドリブルで剥がせるよとか言ってるのが、もちろんキーファクターとしては大事なんだけども、まあ、それよりも選手がその正しいプレーを感覚としてつかめるかどうかっていうところが、すごい重要かなと思ってて、要は、キーファクターが細かくなりすぎたりとか、多くなりすぎると、選手としてはもう、選手がサッカーの状況って、すごい曖昧な部分もあるじゃないですか。確かにそういう時はそうなんだけど、まあ、もうちょっと状況が違うと別の方がいいみたいなこと、いろいろあるんだけど、その中で、その微妙なファジーな曖昧な部分っていうのを、選手は感覚的にこう理解するっていうところが大事かなと思ってて、だから、指導者としてキーファクターをたくさん出すんだけども、選手にはもう要点だけ、簡単に言うとこうみたいな、いうところで、あとは成功体験をつかませるっていう作業をなんかやってる感じですね、今僕は。